おいでよクロちゃん。でハイポーション使い、敵の攻撃が食らわないと。でアイテムだな。アイテムで転生して騎士になり、でスキルを覚えとこう。防御装甲、これ無理か。これ開けとかなきゃいけないのか。これとか使わないのに。あ、精神力増強あるじゃん、ここにも。どうしような、精神力増強で HP かなり増加する。精神力上げとくか。必殺技使いまくりで。くそ、あと10あれば防御力とタフネスが。まあいいか、まあいいでしょう。でアイテムで、どこでも転生、剣士、はい。で装備を祝福のカタールだね。祝福のカタールでスキルを、はい、装備と。でせー、あ、できないのか。あ、そういえば図鑑、スライムかける87、カラス、ゴブリン、オオカミ、ハーピー、これあれかな。あ、一般人、店員、灼熱のガングロマジン、 HP1200 あったのか。氷結の死神風味、魔王、 HP5000 あったの。待って、歴代最強の魔王と呼ばれる魔王、その威力は凄まじく、地球を回す程度なら鼻をほじりながらでも、このほじりながらでも、ほじるなよそこは。じゃあ行きます。勝てたらいいね。行きます。かかってこいや。おい、避けると。やばいやばいやばい。よし、わい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 、やばいやばいやばい。あ、でもあれじゃない、勝てるんじゃないか。普通にやつが魔王を放った後に後ろから、よし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 、放った後に後ろから、やばいやばいやばい。あ、でも勝てるぞ。弱いぞこいつ。やべ、あの、ごめんなさい、ごめんなさいごめんなさい、ごめんなさいです、ごめんなさい、嘘です。 OK。 あー、くそ、なんでミスるんだそこで、後ろから。くそ、なんでミスるんだそこで。必殺技系になってる、やっぱり。ウィー、ザコメ、やった、中ボス勝った勝った。なんだこれ、あ、セーブできんだ、やった、セーブできんだ。装備合成あれだね。この賞金稼ぎの、これより強い装備欲しかったな。頭のやつないもんな、何も。だって防御力的にはカウボーイハットが一番か。で、出よう。あ、待って、出てもここが中間地点に。え、どういうこと、脱出してもここからできるってこと、マジで。装備合成メインに、カウボーイハットってことだ、あった、カウボーイハットに。じゃあいいですね、出放題か。ちょっと待ってよ、祝福の方位、はい、これでいいか。祝福のカウボーイハット、よし、これでいいか。祝福のカウボーイハット、黄昏カイトシールド、黄昏カイトシールドはあれだよね、こっちの方がいいよね絶対ね。最大 MP プラス100だし。で、祝福のカタール、祝福のカウボーイハット、祝福にしとこうかな、こっちもしとこう。でも歴戦って強いよね。歴戦でいいか、歴戦でいいか。セーブしよう。装備、祝福、祝福、うん、黄昏破滅歴戦、これでいこう。これがベストだと思います。え、あ、なにこれ、なにこれ、ボーナスステージか何か、すげえ。そう、歴戦もいらなくなる途中から、すげえ、なんかいろいろ手に入れた。鉄クズ気持ちいいねこれね。あ、
そうだ、あれも忘れてたわ。待って、スキル、うん、でもあれだな、やっぱり防御力と体力上げてから、あーでもどうしような、あのさ、あれなんだっけ、アイテムドロップ率上昇ってやつがあったんですよ、魔術師に。あれ上げとけばもっと手に入ったんだろうな、これって思うと悔しい。すごい、あれがあればもっと上がったはずなのに。やべ、やつらの攻撃半端ねえ、やつらの攻撃半端ねえぞ。15くらい出した、でもらえる量は微妙っていう。クソ、アイテムドロップ率欲しいな。気づくな俺に、俺に気づくんじゃねえ。これか、幸運のドレス。メアリー倒した、マジでか、勝てるの、ラスボスより強いって言われるあのメアリーに。やばい、あーでも経験値上昇つけたからかな、敵が強いからかな、レベル上がるのが早い、いいことです。ほいやほいや、敵がいるね、よしよし、俺に経験値をくれ、よし、回復早いな MP の。やっぱ剣士最強だな、思うんだが、剣士最強じゃねえ、この技強すぎるでしょ、連射可能だし。後半やっぱ剣士だな、敵殲滅能力が半端ない。メアリーもパターンあるから、マジでか、一般人にパターンあるの。あー、ハイポーション買っといてよかった、ここよ、ここ。ここでアイテムドロップ率上昇が。ちょっと待ってよ。やっとくか、もう。もったいない。どこでも転職、ポン。魔術師、はい。で、スキル。これ、アイテムドロップ率上昇。10% 増加、20% 増加、30% 増加、40% 増加、50%、6、7、9、10。これで2倍の量の。やつがね、これ待って、これってさ、装備する、これもあれかな、武器で攻撃するとたまに MP が回復する、これも剣士でも使えるやつかな、魔力が増加する、これ魔法だもんね。あー、いっぱい上げたやつがあるわ。あれは剣士では無理なのか、剣士で上がるのはタフネスだけか、書いてあるな、オリジナルって。ごめんごめん、なるほどなるほど。これか、パッシブだけか、パッシブ書いてあったな、ごめん今気づいた、パッシブ、パッシブ、あーじゃあダメなのか、オリジナル、あ、クソ、あげるんじゃなかった、クソ。これもオリジナルじゃないか、じゃあまあいいか、クソ、装備、スキル、そう、待って、氷の弾丸を放つ、一直線だな、スキル、ライトニング装備する。てかあのさ、魔法使いのスキルってこの3つしかないの。弱くね、魔法使い弱いな。魔法使いあんま強くないな。この3つしかないのか、ライトニングと。このやつないのか。まあ連発はできるけど、威力見てないのに。威力は強いのかな、威力。普通に殴るのとあんま変わんないな。で、連射が剣よりできない。MP 回復力半端ない。まあでも確かになくなんないね、これだと。
でもな、微妙だな、微妙いな。これで小悪魔系ステッキでいいのかな。これ装備したら強いかな。あ、強いか。あ、でもダメージ食らうな。その代わり攻撃は食らうなと、相手から。結構あれだな、厳しいもんがある。やっぱ俺剣士だな。やっぱ俺剣士好きだわ。やべ、死ぬ。火だめが半端ない敵からの。サンダーね、すぐできないからね。ちょっと待ってよ。あの、近場がないからね、サンダー。ちょっと待って。スキル。あ、でもサンダー連発できるな。距離取ればサンダー強いかも。あ、でも、結構癖があるな。どこに当たるかが分かりづらい。小悪魔系ステッキ落ちすぎじゃね。やばい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 、撃てなくなった。あ、くそ、名もなき花。結構あれだね、癖がありますね。使いこなせば強いかも。ちょっと待って、くそ。でも消費が回復に追いついてないな。これスキルレベル3。うそ、ライトニングスキルレベル3。あー、消費も大きくなるのか。でも上げてみようか。レベルアップするするする。あ、じゃあやってみようか。これで強くなってるかな。散々文句言ってたこれに乗り換える時が来るのか俺が。えい、あ、すげえ、めっちゃ上がる。え、待って、700食らってるよ。待って、いや、えぐいな、えぐいな。ちょ待って、でも近場の敵に反撃ができない。ちょ待って、近寄られると何もできない。あ、でもいけるかな。近距離はないけどね。うまく使えば強いかも。中古のブーツ、さすが魔法使い。向き関係なくやってくれたら最強だったかもしれない。そっちを向かなきゃいけないっていうのが一手間。えい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 、よし。火力パないね。火力パないがあれだね。火力上げるとね、連発ができないからね。ヒットアンダーワイになるな。アイスショットが使いやすい。アイスショット、これ、あ、スキル。そうか、アイスショットの方が強いか。アイスショット先輩、これで行ってみようか。こっちの連発はできるが、ちょ待ってよ。でも1マスなのかな、ネックだな。こいつらめっちゃ受けてくるやん。痛い、くそ、ダメージが半端ない。ちょ待って、うわ、これお構いなく来るなこいつら。ふう、買います。アイテムどこでも転生。はい、騎士転職で、スキルどうしようかな。防御力かなり上がる。防御力にしようか。1、2、3、4、5。
HP も早く上げたいです。俺のエイムがねマッハでやばい。転職剣士、はい、装備カタール、そしてスキル、このスキル好き。装備わー、イージスシールド、待って、純金製超高値、でも MP がこっちの方が強いね。こっちにあれか、このカイトシールドのやつを移そうか。超高値で売れるらしいけど、くそー、超高値っていくらだ、いくらかによる。俺の心が揺らぐかは、でも MP100 ないとね、プラス魔法剣連発できないからな。だよね、黄昏にした方がいいよね絶対。これ強いもん、剣士のこの効果力は捨てがたい。さらに MP とかがね、あの精神が増えれば連射できるからね、好きですこの感じ。やばい、60も食らうの、くそ、こいつら強いな、くそくそ、こいつら強い。足はフェザーじゃなかったっけ、フェザー現状一番いいやつ、歴戦のフェザー、歴戦のフェザーだね。えい、よし、こっちだな。もうそろそろ、あ、まだ45なのか。やっぱ敵が強いから進行速度が遅いね、敵全滅させてたら。敵全滅させたら時間がかかるな、確かに。まこたんいらっしゃい、ゆっくりしててね。今前向き勇者をやってるよ、クソ面白いよ。ペイペイペイ、あ、クソペイ、よし、この敵を寄せつけない圧倒的な攻撃速度、ハマってるもんな完璧。くらえくらえくらえ、ウェイ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 、あ、やばい死ぬ、危ねえじゃないか、油断してたら死ぬな。スキルあれだな、どこでも転生、騎士、はい、でスキル HP 増加、えいえいえい、だいぶ上がるよこれで、プラス40か。オリジナル、アクティブ、パッシブ、パッシブだけとりあえずやっとこうかな。これもなってるか、油断せずに行こう。スキル残り4あるか、どこでも転生、はい。で狩人のやつってやったっけ、じゃあ一回見てみようか。狩人のパッシブは全部やったか、パッシブやったな、移動速度これもパッシブか。なってるね、失礼、失敬失敬。で魔術師、はい、魔術師のスキルメンタリズムやったね、パッシブこれもやった。でこれだな、マナブースト、魔力関係ないかな、魔力と剣技のあれって関係あるのかな。悠久のロイヤルブーツだと攻撃したときダメージ分の MP 回復があるから、悠久のロイヤルブーツ何それ、じゃあ MP の関係会計がもうなくなるんじゃない、 MP の消費気にせずいけるんじゃない。スキル装備、魔法だけだよねあれってね、魔力って、じゃあ上げる必要ないかな、魔力来いよ来いよ、あ HP めっちゃ上がってる、
小悪魔系ステッキがめっちゃ出る率が半端ないんだけど、何これ。小悪魔好きなのか勇者は。小悪魔ステッキ出すぎじゃね。中ボス倒してえな。やばい。レベル68か。最終的な瞬間火力は魔法使い。魔法使いか。多分使いこなせばね、強いと思う。魔法使い。俺が近接したいっていう特攻野郎なだけで、普通に考えればね、魔法使いが一番強いと思うよ。賢い人は魔法使いを使うと思う。クソ117とか食らいすぎやろ。食らいすぎやろ。よしよし、こいやこいや。早く攻撃力をもっと上げたいです。120は食らいすぎやろって。相手硬いね。多分攻撃力がね、もっとあれですよ、いいやつがあるんだよ。攻撃力、俺が持ってないいいやつが。そう、とりあえず6時間まで行こうかな。多分中ボスあれじゃない、攻撃食らわなければ勝てるんじゃないか。さっきみたいに、さっきノーダメだもんね。ノーダメじゃなかったか。だからね、中ボスは多分避ければ勝てると思うんで、中ボス行ってセーブしちゃおうかな。ハイポーションがなくなる前に。防具もいいの欲しいよね。量産型柔道着なんてもういらね。もう雑魚ですよ。170食らう。あ、中ボスからってこと？やべえ。ゴリだとハイポーションがなくなる。そう、どんどん威力が減っていく。悲しいぜ。ご両親もそうだったのに。俺の権威がどんどんなくなっていく。86ってなんだ。85って生意気だぞ、土の子のくせに。はい、ポーション。食らうやつには食らうんだけどな。食らわないやつには全然食らわないからね。見て、やめろ、囲むな俺を。囲むんじゃねえ。なんかのかけらゲットした。やばいことすんじゃないよ。やばい、ハイポーションが足りなくなってくる。もっと稼ぐんだった、あの強奪で稼いでおけばよかった。104とか食らわせないでください。あ、くそ、いけない。多分敵によってね、攻撃が食らいにくいとか魔法食らいやすいとかあると思うよ。多分魔法防御力みたいな。あ、スケールメイル。あ、やべ、今のは死んでもおかしくなかった。もう行こうかな。サクサク降りていこうかな。宝箱だけ探して。お前可愛らしい。やばい。あちゃー、死んだ。クソクソ、死んじゃったよ。油断した。クソ、ごめん、油断した。クソ。今もう経験値あんまいらないよね。経験値でまあちょっとずつ能力上がっていくけど、それに頼るあれでもない感じになってきてるよ。メインにこれだ。イージスシールド、防御力60で、これに黄昏どこだ、あれだな。ちょっと待ってよ、アイテム。なんかどうにかして、なんかアイテムもなんか整理するみたいなのかったっけ。装備装備の並び替え。よしよしよし。いいね。あったあった。装備強化とかあったんだ。X に破滅をつけよう。破滅ってどうやってつけるんだっけ。
待てよ、メイン装備に、純金製のイージス、イージスシールドに黄昏、どれだっけ、黄昏の黄昏どこだ、あ、装備してるじゃん、待って、破滅のをつけた方がいいのかな、破滅、まあ黄昏でも欲しいよな、魔法は欲しいからな、ごめんね、考えまとまらなくて、カイトシールド弱いんだな、黄昏のイージスシールド、夕焼け色、はい、黄昏のイージスシールド、これが欲しかった、強い、そして MP が上がる、399、火力系つけてもいいか、あ、封印されしエクスカリバー、待って、ここで外すんだっけ、封印されしエクスカリバー、封印されしエクスカリバーってさ、どうやって解き放つの、これ合成で上書き、だって X に破滅で攻撃力160アップ、 X って何だっけ、そのドラゴンメイル、ん、窃盗だから破滅に上書きするといい、 X って何、エクスカリバー、ああそうか、そういうことか、エクスカリバーのことか、待ってよ、じゃああれだな、あれ欲しいな、ちょっと待ってよ、これ転移の書があったの忘れてたよね、毎回毎回忘れるわ、でここで買えばいいか、じゃあハメスのドラゴンシールド、はい、これ全部買った方がもう、なんか言いのきたか、待って、無敵のデモンローブ、向かうところ敵なし、被ダメージの無敵時間プラス2秒、魔王が着ていたローブ、あ、血に飢えた妖刀村正、あ、これいいんじゃないか、え、強っ、え、強っ、所有者を乗るとのたたると言われているおとろしい刀、生き長、安いし、安いし、ちょっと待って、今俺カリウドなのか、あ、カリウドだ、よかったよかった、来た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 、血に飢えた妖刀村正、え、もうこれ勝ったんじゃない、もう待って、持つ者は救われる、あ、装備精神 ×200、 これいいんじゃないか、精神200って、これつければ魔法が使い放題じゃね、これ買っとこう、待って、英雄のレーバーテイン、あれレーバーテインって大抵刀だよね、剣だよね、あ、でも攻撃力強いのか、ん、これ槍か、これ派手なスケートシューズ、敵のデモンローブ、俺それにゴブリンつけた、会心プラス20、会心プラス20か、体験なのか、待って、何がしたかったんだっけ、ちょっととりあえず転移するか、で、でも待ってよ、装備並べ替え、エクスカリバーに、でも村正でいいよねこれね、
待って、強く封印されている。ちょ待って、封印を上書きしたらどうなるんだろう。エクスカリバーに不滅のドラゴンメイル。うわ、クソ強え。え、300、え、320、え、破壊の力が封じられている。え、待って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 、え、待って、これに音村正子補正したらどうなるんだ。威力上げつつ、だって村正の攻撃力ってあれだよね、108だよね、108で攻撃時に HP 吸収だよね。でこっちに村正の能力やったら、あー、じゃあこっちの方がいいね。村正より村正の2倍の速度で、え、何、攻撃速度2倍ってなんだ。ちょっと待って、え、 HP 吸収消える、嘘。待って待って、え、エクスカリバーで、え、チニウエタでつかないの。チニウエタつくよね。え、 HP 吸収消える、下に書いてあるけど、 HP 吸収消えちゃう、これね。チニウエタが HP 吸収だよね。いや、つくちゃんと。え、これどっちがいいと思う。え、みんなこれどっちがいいと思う。 HP 吸収がいいか、それとも HP 吸収をなくして破壊にすれば攻撃力320だけど、 HP 吸収っていいよね。 HP 吸収ってゴリ押し。ちょ、とりあえずこっちでいいか。多分村正もまた出るだろう。とりあえずこっちでダメだったらあっちにしようか。そうしよう。待って、火力とかいらねえ、いらねえ、いらねえ、いらねえ。待って待ってよ。もう2本エクスカリバーね、探そう探そう。もう2本探すの、なぜ。修復のイージス、破滅のドラゴンメイル、これでいいか。とりあえずアイテム、これでもう最強じゃね？これもう最強じゃね？ HP 吸収。ほら、攻撃力502だって。破滅の村正。破滅の村正も多分エクスカリバーより弱いよ。弱い弱い。じゃあ、レベルアップ装備する。どんだけ回復するかだね。HP どんぐらい回復するんだろう。響きが絶望しかない。1000食らうよ。やばい。だってもう黄昏じゃなくていいんじゃない。いやー、どうだろうな。破滅のドラゴンメイル、まあとりあえずこれで一回行ってみようか。今来たぜ、いらっしゃい。やってるぜやってるぜ俺。魔族の村、試しにメアリー。メアリーか。とりあえずここで試そうか。HP 回復してた今。ちょ待って、 HP 回復してたか今。待って、31回からちょダメージ食らわしてみ、俺に。倒した時に回復、いや回復してないぞこれ。まれになの回復って。うん、これ稀になの？これ面白い面白い。必ずじゃなかったらいらねえよなこれ。正直これいらないか、もしかして。稀にって、稀にって書いてある。通常攻撃者、あ、本当だ、稀って書いてあるわ。稀か。破滅でいいね、これじゃあ。
破滅にしようか。まれにか。だから破滅の方がですね。ごめん、意見を聞いてなくて申し訳ない。入り口、最初の村。まあ村正また出るだろう、欲しければ。まあ多分使うことないな、まれだし。まれだし、いらねえわ。そうなのか。待って、注意タイム気にせずに攻撃できる。まあそうか。まあいっか、とりあえず破滅でいこうか。破滅あるよね、破滅のエクスカリバー。攻撃力320だよ。8、所持金が不足していた。ちょっといろいろ売ってくる。マジか、金持ってるもんだと思った俺。でもどこでセーブしたか分かんないよね。ちょっと待ってよ。でも村正取ってからセーブしたっけ俺。分かんねえ、分かんねえから、とりあえずやっとこう。分かんない、どこでセーブしたか忘れたな。装備を売る。どこでセーブしたか覚えてないよね、みんなも。ここら辺いらねえか、錆びた探検とか。いらないな。いやでも収集のあれが、俺の中の収集のあれが。返しのロングボウ、大きなバット、ハルバード、ワークマステッキいっぱいある。お袋、量産型銃、見習いローブ、金属スケールメール、幸運のドレス。有り金ほとんど使ってた。破滅のドラゴンメール売っちゃダメなんだよ。お金足んねえっすわ。クソ、お金足んねえのかよ。マジかよ。血に飢えたエクスカリバー。とりあえずこれでしばらくやるか。いやでも破滅つけたいな、すぐに。でも待って、なんか売れるもんあったっけ。もう売るか。高めに売れるやつ売ろうか。祝福のカタール、カタールいらねえな。はい、カタール売る。あ、ナイトアーマーいらないか。うん、はい、これでいけるか。これは持ってきたいな。さあ、これ入れたいな。これ入れたいんで。あ、また合成のあれがないな。フェザーブーツ、はい、言っとこう。これでいいか。合成メインに血に飢えたで、破滅のドラゴンメール、よし、いいね。で、破滅のエクスカリバー。646だって。646、最強っすね。で、黄昏のイージスシールド、祝福のカウボーイハット、破滅のドラゴンメールで、これだな。祝福のカウボーイに、メイン、カウボーイがメインってのもあれだけどね。頭がないね、本当に。四角のカウボーイハットに、どれだっけ、これだ、救済のアンキレイ。これで救済のカウボーイハット、一応録画してるよ。録画容量が 20GB 超えました。やばいの。はい、でいいんじゃないか。救済のカウボーイハット、うん、イージス、破滅のエクスカリバーにドラゴンメール、いいですね。攻撃時たまに MP 吸収、中古のブーツ、まあいっか。これでいってみよう。アイテム、天意の書、はい、魔族の村、これだいぶ強いんじゃないか。
やばいやばい。待って。アクション RPG だよ。ARPG ってのはアクション RPG の略だよ。クソ、待たなきゃいけないのか。アクション RPG のことを ARPG と言います。あ、よし。はい、ポーション。あと一回待たなきゃいけない。15秒って長いな、結構。もう4時になるのか。だいぶ粘ったな。そしてスチームのセールがまた来てるんじゃないか。それ最後に見ようかな。いいか。長いな。ハイポーション。ねえさ、プロテインとか持ってないのか、俺。くそ、プロテインとか買ってこればよかったな。あれって買えるんだっけ、プロテインとか。作るんだっけ。まあ、行こうか。あ、お前か。お前タイプのやつが来るのか。やばい、マジか。お主タイプか。お主タイプのやつか。あー、マジか。あ、くそ。インターバルも含めていけばよかった。インターバルが、よし。てっきりあれかと思った。そうか、でもそうか。そっちか、そっち風味が来たか。まあでもあれじゃない、ヒット&アウェイでいけるね、これね。ヒット&アウェイで2発食らわして2発やる感じで。えい、あ、やばい、クソ。ちょっと欲張ったね。ちょっと欲張ったね。はい、ポーションでも勝てない敵じゃないぞ。勝てない敵じゃない。よし、オッケーオッケーオッケー。2発ずつ暮らしていこう。いてくぞー。あと7秒もあんの。あと7秒あんの。やめて。あと3秒、あと3秒、頼む。よし、あーぶねー。あ、くそ。うわー、嘘でしょ。ここまで来て死んだくないよ。ここまで死んでくれ。ここまで来て。一発だな。一発ずつ。あ、よし。ハイポーション。一発だな。あ、1万食らった。あ、じゃあ、うわ、マジか。ごめん、死んだ。